アメリカ大リーグ機構が本時間の18日、2022シーズンにおける両リーグの MVP を発表した。ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手は2年連続の受賞を期待されながらも、それを逃し、まさかの無冠で終えることになった。これに対しは、アメリカのメディアの中でも納得していない関係者は少なくはないようだ。そして今回、MVP 投票を行った関係者も、最後まで大谷かジャッジかで迷っていたようだ。今回は事の詳細とネット上の反応を一部抜粋してお届けいたします。アメリカ大リーグの MVP が日本時間の18日に発表され、ア・リーグはヤンキースのアーロン・ジャッジが初受賞した。昨季は満票受賞だったエンゼルスの大谷翔平は130ポイント差の次点となり、2年連続の偉業はならなかった。投票権を持つ多くの記者が最後まで迷ったというメジャー史に残る両雄の MVP 争いの舞台裏に迫った。大きな話題を呼んだ大谷とジャッジの今季ア・リーグ MVP 合戦は、ジャッジが30票中1位票を28票獲得して幕を閉じたが、投票権を持っていた多くの記者が最後まで迷ったことを明かしている。地元紙オレンジカウンティーレジスターが集めた記者らの証言によると、ジャッジに投票したオリオールズ版ダン・コネリー記者は、9月下旬まで大谷かジャッジで行ったり来たりした。大谷は自分が生きてきた中で一度も見たことのないもの、でもア・リーグで62本塁打も見たことのないもの、ジャッジが記録を達成し三冠王に近かったことでジャッジを選んだが、最後まで僅差だったレイズ版のマーク・トプキン記者も、大谷が成し遂げたことは素晴らしく、またしても我々が見たことのないシーズン、他の年だったら大谷が明らかな MVP、 でもジャッジが今年やったことはまさに歴史的で、彼の助けでチームはポストシーズンに進出できたと、まるでレスリングマッチのように悩んだという。大谷を1位に投票した2人中の1人、エンゼルス版サム・グラム記者は、ベースポーツサイトアスレチックの中で、大谷を選んだ理由はとてもベーシック、ハイレベルな打撃を見せた、とてつもなくハイレベルな投球を見せた、野球史上最高のシーズンを過ごしたと、自身の判断が多くの波紋を呼ぶのを覚悟で自分の信じる二刀流の価値に投票したと説明。ブラム記者の記事やツイッターには賛否両論の声が数百件寄せられている。今回の結果については納得の声が上がっている一方で、昨年を超える結果を残した大谷翔平への投票の少なさに納得がいかない記者も多い。アメリカの新聞紙ワシントンポストのスポーツ記者ニール・グリーンバーグ氏は、翔平大谷が2021年満票で MVP になり、2022年はさらにいいシーズンを送ったのに MVP 票を失ったのは理解できないと不満げ。さらにアメリカのカリフォルニア州地元局バリースポーツウェストの女性レポーターエリカ・ウェストンさんは、 MLB 史上最も驚くべきシーズンなのに賞が何もないなんてと綴った。ウェストンさんの投稿に返信したのは、同局で解説者を務める球団 OB のマーク・グビザ氏。本当に馬鹿げているよエリカ、私たちはスポーツ史上最高のシーズンを毎日直接見ていた。何者もこれを変えることはできない。私たちは恵まれている、と記し。まあ、2023年にショーと対戦する人の幸運を願っているわ、と来季も誰もが驚く活躍を見せることを期待した。ここからは今回のニュースについてのネット上の反応を一部抜粋してお届けいたします。蓋を開けてみたらジャッジの圧勝でしたが、連日のように MVP 論争が繰り広げられていたので2人の差は結果ほど広くはなかったはず。ジャッジが100点、大谷が98点くらいに僅差ではあるけど、ア・リーグ記録更新や名門ヤンキースの地区優勝など様々な要素も加味してジャッジで決まりみたいな雰囲気も後押ししてたんじゃないかと。そしてそんな記者がほぼ全員だったと。まあ今回は相手が悪かったですね。逆にハードルを上げたとも取れます。エンゼルスの番記者は毎日大谷選手の偉大さを目の当たりにしてたし、
より唯一無二の価値を理解していたはずなので、胸を張っていただきたいです。仮に大谷選手がそれぞれの地区でプレーしていたら、絶対そこの地区の番記者は大谷選手に入れるはずですから。毎日見てる人こそ偉大さがわかる。中には大谷に投票した記者を罵倒する人までいるとか。ジャッジ選手はすごい成績を残したし、彼の受賞そのものに文句はないし祝福したいけど、大谷の評価のされなさには泣けてくる。それだけ大谷の存在は特殊で、現状の評価制度では彼の成績を数字に表せられないんだろうが、制度やシステムはなくともそこを評価できないアメリカの現場の人たちのレベルも大したことないと思ってしまう。どちらにしても今のままではメジャーでは二刀流は評価されないってことになるわけで、もっと言えば投打ともに規定回数だの規定打席などのために無理をする必要はないので、健康第一で今のような輝かしい活躍を長く続けてほしい。ともかく私の MVP は大谷選手のものです。来年も頑張ってほしい。今年の MVP の選定は史上稀に見るほど世間を盛り上がらせたのではないでしょうか。メジャーリーグそれぞれの賞は明確な基準があるわけではありません。ただ明確に存在しているのは、結局のところホームランをたくさん打った選手は有利になることです。ここ最近は徐々に人気が衰退していると言われているアメリカメジャーリーグ。そんな中で大谷選手のようなこれまでの常識から逸脱したアジア人のスーパースターが出てきて、嬉しいような戸惑っているようなアメリカの関係者は非常に多いと思います。ただ気がかりなのはサイヤング賞が存在している影響かもしれませんが、投手が評価が MVP においては極端に低いことです。今年だけで言えば、アストロズのバーランダー選手は防御率1点台の素晴らしい成績だったのに、ノミネートさえされていないのです。打者もハンク・アーロン賞があります。なのに投手が MVP にノミネートすらされないのは何なのでしょうか。それで考えると、大谷選手は投打どちらかのみの指標で比較されてしまうと、現在の選考システムではどの賞でも選出されなくなる可能性が高いと思います。いっそのこと二刀流を正当に評価できる、投打にわたって最大の活躍を行った選手を称える賞を新設して、大谷選手を今年の受賞者として選出する方がいいのではないでしょうか。